これから R による優しい統計学第10章外れ値が相関係数に及ぼす影響についての解説動画配信を始めます。第10章は第3章の2つの変数の記述統計に続いて学習すると良いと思います。第3章では相関係数について学習をしましたので、その相関係数を扱っている第10章続けて学習するには非常に良い章だと思いますね。では第10章を行っていきますが、データはですね、これまでの指導法データと違ってテキスト247ページにある、動物の体重と脳の重さのデータですね。データの出典も URL 書かれていますけれども、授業のウェブページと、それから受講者の人は大学の LMS コースパワーでもデータの CSV ファイルを配布していますので、それを入手してくれればいいかと思います。もちろん自分で Excel ファイル作っても構いませんが、ちょっと面倒だと思いますので、データファイルがありますのでね、それを入手してください。データファイルはテーブル 10-1.csv という CSV ファイルにしています。それではちょっとまずそれを読み込んでみますね。作業ディレクトリにそのファイルをダウンロードをまずしてください。そしたらいつもと同じように read.csv で読み込みます。脳のデータっていうふうに書いてありますが、ブレインデータということで B データにしておきましょうかね。データはテーブル10アンダースコア1、こういった CSV ファイルに入れてありますのでね。これ頭の録レコード、それから末尾の録レコードですね。このようになっています。テキストの247ページから248ページにわたって続いてますかね、のデータだということがわかるかと思います。ではこれをですね、R を使って分析しようというところに入っていきます。今読み込みをしましたので249ページのところまでできてますね。でそれで、こういった相関の検討したい、今何をやりたいかというと、ボディウェイトっていうですね、体重とそれからブレインウェイトっていう脳の重さのですね、相関関係をですね、調べてみたいですね。で第3章でも言った鉄則ですけれども、いきなり相関係数を計算するんではなくて、まずはプロット関数でですね、このデータをプロットして視覚的に関係を把握することが大事ですね。では言ってみます。ちょっとボディとかブレインとか文字打つのが多いのでアタッチしておきますね。 B データこれアタッチしておいて、直接にこのボディウェイト、ブレインウェイトという変数名を使えるようにしておきたいと思います。では、プロットをします。プロット、ボディデータ。どちらを先に書いても、いいんですが、この場合、先に書く方が横軸、X 軸になりますね。だからボディウェイト。テキストもこのようにしてますので、それに合わせてみたいと思います。ブレインウェイトですね。でそうしますと、このような散布図ができまして、これが図の 10.1、250ページの図 10.1 ですね。なんかちょっと変わった散布図に見えますよね。これまで皆さんが見てきた散布図と随分違うと思うんですが、左下の方になんかごちゃっと点が集まっていて、それから左上の方にポツポツと2つ、それから一番右端の方になんか1つありますね。はい。でこれ順番にこの章で書いてあるんですが、ある非常に難しい問題なんですけれども、こういったなんか例外的な他とは著しく異なった値で、ここの図で言うと左上にある2つとか、それから右の端の方にある1つっていう他の測定値と著しく異なる値っていうのを外れ値という言い方をします。外れ値って厳密な定義があるわけではないんですけれども、じゃあどれだけ違ってれば外れ値なのかとかですね。そういうことに、目安はあるにしても、
どれぐらい違っていれば外れ値という厳密な定義があるわけではありません。ですが、このようにプロットしてみるとですね、確かに他と違うなという外れ値っていうのは、まあ目に見えると思うんですね。で、それで、まあこれも目的やらデータやらによるんですけれども、こういった外れ値をですね、除外して分析をしてみるっていうのも重要なことで、これを除くと、つまりまあ例外的な何々を除くと、こういう関係が認められるといったような、そういった知見に意味のあることも多いですね。まあ除外してはいけない場合っていうのも、もうその目的とかいろんなことによってありますが、それでも、これを、このデータ除外しすると、この例外的なものを除外すれば、こういう傾向が見えますよね、という言い方をするっていうのは、まあ、関係を理解する上で、一つ重要な見方ですよね。それをこの章で順番にやっていきます。でまずちょっとこの散布図で相関係数を計算してみようと思うんですが、相関係数を計算するには、COR、コリレーション、関数でマイナス 0.00 ほぼ相関なしというそういった結果になりました。だからこのまま見てると、まあ、ほぼ相関ないということなんですけども、ちょっとこの外れ値をですね覗いていってみようというんですが、テキストの250ページの左下から書いてあるように、右下の方にポツンとあるのは、8万キロ以上で脳の重さが 1000g に満たない動物がいて、で、これが恐竜ですね。ブラキオサウルスという恐竜ですというんで、恐竜は覗いてみましょうというんですね。それで覗き方なんですけど、まあ、覗き方いくつかあるんですけども、やり方あるんですけども、今回はですね、特定範囲のものだけを含めると。で、これを覗くではなくて、特定範囲のものだけを含めるという条件を書いてですね、それをまず、条件を書いて、その条件を満たすものだけをデータに入れるというやり方をしていってます。それで、それが251ページの上なんですけれども、ノーデータブレインウェイトの、不等号8万って書いてあるんですかね。で、8万以下のということで、8万っていうのは、ここ、一番右端のところですから、そこで切ってやれば、確かにこのデータは除外できますよね。AB ラインっていう関数でちょっと今縦線入れてやったんですが、この8万っていうところでこう切ってやると、まあこれよりも小さい値だけね、を残してくださいと。ということになって、この右端の値が、切ることになります。で、そのやり方なんですけれども、なんか、不等号が書いてあって、その8万っていう列を条件1ってやつに入れてますね。で、これ何をやってるかなんですけども、ちょっとこの条件1ってやつに代入されているですね、この右辺、ノーデータドルマーク、ボディウェイト、小なり8万っていうところが何やってるかっていうのを見てみたいと思います。で、今、データアタッチしてやりますので、ブレイン、ウェイトから書けばいいですね。ブレインウェイトが8万っていう、この式そのものですね。条件1に入っているこの式そのものが何やってるか。エンターを押してみたいんですが、おっと。もう、地図に間違えましたね。よいしょ。はい。このようにですね、なんかトゥルートゥルートゥルーとか並んでますが、これはですね、ブレインウェイトのデータ一つ一つに対して、この条件をですね、テストしてるんですね。ごめんなさい。このボディウェイトでやらなきゃいけないですね。今、ブレインウェイトは8万当然ですね。ごめんなさい。ボディウェイトですが。まあ、ちょっと、とりあえずこれ見ましょうか。ブレインウェイト8万っていうのは、もちろんそういうのはみんな満たしてますので、全員 true が並んでます。で、ごめんなさい。ボディウェイトでやらないといけないですね。ボディウェイトでやって、8万ってやりますと、このように、やっぱり並びますが、一つだけフォールスがありますよね。このフォールスっていうのが出てくるんですが、こいつがですね、データセットで言うと25番目のデータでして、
これが確かにテキスト249ページで見るとブラキオサウルスって書いてありますね。っていうんで、こいつだけあのフォールス。なので、ボディウェイトが8万以下ですかっていうことをテストしていると考えられますよね。で、はい、そうです、そうです、そうですと言って、一人だけ違いますというふうに、まあ、ブラキロサウルスのところだけ違うというふうに出てくるというように、この条件式そのものはですね、このように一つ一つの、ベクトルのそのデータの一つ一つ測定値に対して、こうテストが行われるんですね。で、これをあの条件1に入れとくわけですね。コンディションの1っていうふうにしておきましょうかね。コンディション1、CND っていうふうにしておきます。これを入れておきます。で、これを、ブレイン、先ほどの B データのですね、中の、今データフレームの名前が B データなんですけども、B データの中でですね、こう、条件1、四角括弧で、条件1のってこう書いてありますよね。251ページ。で、こうやってやると何が起きるかっていうんですが、さっきの元々のデータセット B データから見るとこう左側に打たれてるですね番号を見ていってください。そうすると25番のところ飛んでるんですよね。だからこの条件に合致しなかった25番のブラキオサウルスが除外されているということがわかるかと思います。でこのように除外したデータを作ってやってそれをノーデータの2に入れるということをやってるわけですね。この書き方なんですが、この B データの何とかってこれ何やってるかなんですけども、これ特定のですね、行とか列を指定するやり方なんですね。ベクトルや、行列ですね。行列とかデータフレームで使うやり方なんですけども、B データってやつがあって、この四角括弧でですね、コンマが打ってあるんですけども、これの左側が行の指定です。で、右側が列の指定ですよね。例えば、1行目って、の1列目を見せてっていうと、マウンテンビーバー、251ページのデータを見てください。1列目は全部スペーシーズっていうどの種かっていうのが載ってるんですが、それの1番目は確かにマウンテンビーバーって書いてますよね。これが1行目の1列目。で、これ2行目の1列目ってやると、カウですね。っていうふうになってます。それから1行目の2列目 1.35、 これはマウンテンビーバーのボディウェイトですね。で 1行3列は 8.1 ですから、マウンテンビーバーのブレインウェイトというふうになってます。でこのようにですね、行列やデータフレームの任意の位置にアクセスをすることができます。でそれで今行と列と両方を指定してるんですが、省略するとですね、省略したと部分については全部について見せてくれます。例えば1、コンマで列指定なしってやると1行目全部ということになりますね。と1行目って感じでこういうふうに出てきます。それから行の指定をやめて列だけですね。例えば1ってやると1列目だけこう出てきますね。1列目がずっと並んで出てくるというわけで、任意の場所にアクセスができるんですけども、ここにですね条件1っていうやつをこっちに行のところに条件1っていうのを入れますと、でそうするとですね CND1 ですね。 CND1 っていうのはそれぞれについて頭からですねこうトゥルートゥルートゥルーとザッと並んでて、最後の25行目だけがフォールスになってて、あとトゥルーですけども、25行目はダメなんだけどそれ以外は全部 OK ですよって言ってる。で、ここにCND1、 先ほどのコンディションを入れてやるとですね、このように25行目のところが除外されたデータセットになるということですね。で、これをノーデータの2に入れますね。B データの2に入れて、これは B データの1っていうのは番号ついてないですね。B データの中のコンディションの1番。こうですね。これを B データ2に入れます。B データの2は、先ほどの25番のブラキオサウルスが除外された形になっていますね。で、先ほどまた
これでデータフレームが2つあってですね、B データっていうやつと B データの2っていう2つがあって、今 B データはアタッチしてるので一旦ディタッチしますね。どっちのブレインウェイ、どっちの、あのデータを使ってるか分かんなくなるといけないので一旦こうディタッチしておきます。ではこの先ほどのブラキオサウルスを除いたデータで、やはりプロット関数でサンプルを描いてみます。再びアタッチしますが、今度はブレインデータの2をアタッチしてやります、ね、これブレインデータの2をアタッチして、プロットのブレイン、ボディが先だったっけな、よいしょ、ボディが先ですね、ボディウェイトブレインウェイトってやる。大文字ですね。はい、そうするとこのようなサンプルができました。これがテキストの図 10.2、 252ページの図 10.2 ですね。こういったサンプルになりました。まだなんかまたこう外れ値みたいなものが見えてきましたけども、これで、相関係数を計算をしますと、先ほどよりちょっと高い値になりましたね。 0.308 という値が出てきました。で、まあ、この253ページの右上に書いてあるんですけども、これをそのまま受け取りますと、体の重さと脳の重さの間にはまあまあ、あの弱い相関って言ってますけども、まあ、相関が、正の相関がそんな強くなさそうですが認められるということになります。先ほどはあのほとんど相関ゼロでしたから、まあ、脳の重さと体重にはですね関係が認められなかったんですが、この一つだけ外れ値を除外するとこんな風に関連が見えてきましたね。はい、でその次ですけれども、今この新たな散布図で見ると4つの点ですね、上の方にある2つと右の方にある2つが外れ値に見えますね。でこれらもデータから覗いてみようかっていうふうに書いてありますね。でこのか、この覗き方はブレインウェイト2000っていうふうにして覗いちゃえばいいんじゃないのと言ってますので、ボディウェイトかな、ボディウェイト2000で覗けばいいのじゃないって言ってますので、どこで切るかっていうんですが、ちょっと AB ラインで見てみましょうね。 V っていうのはあの縦線を引くものです。2000ですかね、2000、はい、するとここでここで切ってやろうとですね、確かにこの4つ4点これで除外できますね。はい、じゃあこれを条件として先ほどと同じように設定します。今度2ですからね、コンディションの2とやって、B データの中で、B データ2でやってもいいですし、元の B データでやってもいいですね。結局あの元々8000のところで切ってる、上の方でまあ切りましたけど、これやれば全部切れちゃうのかな。でもまあ分かりやすく B データ2からいきますかね。B データ2、テキストは B データでやってんのかな。テキストはブレインデータ、元のやつでやってますが、まあ、これも B データ2でやればいいでしょう。で、これで、コンディションの2ってですね、2、先ほどと同じように、ごめんなさい、B データ、ちょっと先走りました。コンディション2は最初にこれ入れとかなきゃいけないですね。コンディション2はボディウェイトが、ボディウェイトが2000以下。これを入れとかないといけないですね。こいつを入れておいて、CMD の2、そうですね、おっと、よいしょ、はい、これでコンディション2ができましたの で、そうするとですね、今アタッチしているのが B でボ、あのブレインデータの2ですので、コンディション2を試すと確かにフォールスっていうのが4つ出てくるのが分かりますかね。これであのここで外側に外れているこの外れ値が4つがですねフォールスになって切ることができるようになりますね。では切ります。切れて切って、それをノードデータの3に入れましょうね。B データ3、ブレインデータの3、
に、ブレインデータの2でやりましょうかね。テキストはそのまま元のやつですけど、まあ、2の方がいいでしょうかね。で、コンディションの2ですね。コンディション2を満たすやつ。ボディデータの、ブレインデータの2の中から、条件2を満たすものだけを選んで、B データ3に入れてください。ということですね。はい。そんなに大きいデータじゃないので、ちょっと見てみましょうかね。B データ3って見ると、確かになんか番号がところどころ飛んでますね。123458 9、ね、なってますので、で、これでまあ除外が、されています。それで、これで、今 B データ、ブレインデータの2がアタッチされてますので、またディタッチしまして、なんかこうアタッチしたりディタッチしたりってなんかね、こうめんどくさい感じなんですけど、実際のデータ分析では結構よくやりますね。こうディタッチしておきまして。で、今度は今使いたいのは B データの3ですね。B データの3をアタッチしておきます。で、それで相関係数を計算をしてみますと。ボディウェイトと、ブレインウェイトですね。そうするとこんな感じかな。テキストの図 10.3 です。253ページ形になります。だいぶなんか右上がりの関係がはっきりしてきましたね。右上がりの関係がはっきりしてきます。まあ、まだちょっとこう上の方で、あの端っこのでばらつきがありますけど、先ほどと比べればだいぶですね、なんかこう右上がり関係が見えてきました。で、実際、相関係数を計算してみますと、先ほど 0.3 ちょっとだったんですが、また上がって 0.54 いくつという値になりましたね。はい。それで次は、これも除外しようっていうんですか、この左上の方に、一番上にあるやつも、これも除外してみようか。ですが、これは何かというと人間なんですね。まあ、人間ってあの、よく皆さん知ってる話だと思いますが、体重の割にはですね、他の動物に比べて脳の重さが重いんですよね。体重の割には、あの、非常に脳が大きくて、重くなってる。だからまあ、例外だろうというふうに考えて、データから除外してみようと。で、条件3として、体重が 2000kg 未満かつ脳の重さが 1000g 未満っていう条件を使って、データを除外したらいいんじゃないのと言っていますので、これどこから除外するかっていうとですね、元のデータから除外してるんですね。元のデータに帰ってちょっとやってみましょうか。ディタッチしておきまして、元のデータ、まあ、ちょっと全部書いてみますね。大元の一番最初に Excel の CSV ファイルから読み込んだプロットがまあこうなっているわけですけれども、これで体重、体の重さは 100kg 未満、100未満。で、脳の重さ、200か。体重は 2000kg 未満。2000ですね。2000、ここでキロって言うんですかね。これ2000で切って、脳は1000でキロって言うんですかね。ここの、こういう切り方ですかね。ちょっと見ましょうかね。AB ライン。ってやって、縦線の切り方は、縦線っていうのは横軸上で見ていきますので、ボディウェイトですよね。B データの、ボディウェイトが、単に数値を言えばいいですね。B データの、ボディウェイトが2000かな ?2000。こうですかね。それから、横に切る方がホリゾンタルですね。H。こっちは Y 軸上の値で切るので、Y 軸上の脳の値1000。ここでいいかな?これで正規切ってみましょうか。
こんな感じですか。ここだけ取ろうって言うんですね。最初に除外したやつから順番に見ていって、最初この一番右上の右下のやつね、除外したね。それから、この下の方にある2点と上の2点切って、でさらにこの2点を切る。ですかね。さらにこいつを切る。はい。今こう、線を引いたところですけども、この一番端っこにごちゃっと今こう見えちゃってるこいつをですね、こいつだけ使ってみようということですね。で、これは条件を、2つ結びまして、and っていうやつでね、結んでやるといいんですね。and の演算子で結んでやって、条件3というようにします。コンディション3。そして、254ページにあるやつですね。B データの中の bodyweight 2000以下、これ一つ目の条件で、で and でつなぐんですね。かつ、まあわかりやすいと思いますね。これかつ、B データの中のブレインウェイトが1000ですかね。こう。これを条件の3にして、それで元のデータから B データの4を作るんですけども、ブレインデータの中でですね、この条件を満たすやつですからね、CND3 として、こうして。はい、これで B データ4できたはずですので、プロットしてみますかね。これで B データの方をイメージ的に書きますと、はい、こんな散布図ができました。テキストの図 10.4 ですね。でこうしてみると確かにこう、まあ、外れ値と見なしても良いかなっていう4つか5つの点を除くとですね、右上がりの関係、つまり体重が重くなるに従って脳の重さも重くなるっていう関係が、まあ、見て取れる。ただし、まあ、5週ぐらいでしたかね、こうそこのになかなかこの規則に当てはまらないようなものもあるんですけども、まあ、そういったいくつかの例外を除くとどうも脳の重さと体重の重さには関係がありそうだなということが分かるわけです。でこう直線的な関係だなっていうのが見えて、相関係数を計算していればいいですね。相関係数ってのは直線的な関係の強さの指標ですから、仮に明確な関係があってもまっすぐの関係以外のものはですね、正しく捉えられませんが、この散布図見てるとまあ、まっすぐの関係ですので大丈夫でしょうね。というのでかなり高い相関ということがわかります。はい。というように、まあ、こう、第10章にやってきたんですけども、まあ、外れ値をですね、除外していいかどうかっていうのはなかなかこう難しい問題なんですが、それでも、こう、いくつか、これ外れ値かなってやつを除外しながらですね、まあ、いくつかの例外を除いたときには、どんな関係が見えるかっていうふうに探求していくのは重要なことですね。で、この外れ値を発見するっていう意味で、こう、まずはプロット関数で、散布図を描くっていうのが大事だということもよくわかるんではないかと思います。はい。では、これで第10章の学習を終わりたいと思います。